皆さんこんにちは。好きな子と LINE をしていて順調だと思っていたのに、いつの間にか返信が来なくなったという経験ありませんか？あなたとしては順調だと思っていても、いつの間にか女性が面白くない、退屈だ、面倒だと思ってしまっているパターンってあるんですよね。もちろんその全てがあなたが原因なわけではないんです。女性が他にいい人を見つけてしまったとか、仕事が忙しすぎて気持ちが入らないとか、タイミングもかなり大きく関係してくるんですけど、中にはあなたの対応がマイナスポイントになってしまったというパターンもやはりあるんですね。今日は 90% の男性が好きな女性につい送ってしまっている失敗ラインについて解説していきたいと思います。自分には見えていない世界、自分では気づけていないことっていろいろあると思いますから、ぜひ今日もゆるりと耳を傾けてもらえればと思います。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 追いライン。追いラインを嫌う女性はとても多いです。追いラインとは、女性が既読にしていなかったり返信をくれていないにもかかわらず何度も催促するようなラインを送ってしまうことを言います。例えばあなたが女性に今何してる？と送って、女性が20分くらいしても既読にしていない、もしくは既読にしてるのに返信をくれない場合、あなたがまた忙しい？とかおーいとか送っちゃうとアウトなんですよ。これは女性が保留にしている場合が実際には多いです。つまりそこまで必死に送ろうと思っていないから一旦放置しているということ。実際この時点で女性のあなたへの好意はあまり強くないということも分かってしまいますが、そんな状態であなたが一方的にぐいぐい LINE を送ってしまうと、確実に女性は引いてしまいます。またもう送る気がない、つまり完全に脈なしである場合もありますが、これも同じように追い LINE をしてしまうと呆れられて即ブロックということにもなりかねません。また本当に忙しくて返せていない場合もありますが、それってイコール忙しいってことじゃないですか。忙しい時にまるでせかすように LINE を何度もしつこく送られたら、女性は困ってしまいますよね。これではあなたが何も察することができない人だと思われてしまいますよ。つまりいかなる状況でも追い LINE はマイナスポイントとなるのです。 2. すぐ既読になる。大好きな人に LINE を送ってすぐに既読になってくれるととても嬉しいものですよね。でもこれって長い期間ずっと続くと、女性はちょっと不信感を抱いてしまいます。どうしてかというと、この人仕事してるはずなのになんですぐ既読になるの？と不思議に思ったり、こんなに毎回すぐに既読にされて返信が来るとこちらも頑張らないといけない感じだな、と変なプレッシャーを感じてしまう場合があるからなんです。好きな人からの LINE ですから、誰だってすぐに既読にしちゃうんですよね。でもそれが時々圧になっている場合もあるってことを考えないといけません。好きな人とは LINE のペースを合わせるということもとても大事だとよく言いますが、まさにそれ。好きだから良かれと思ってすぐに既読にする努力をしていても、実はそれが女性に不信感やプレッシャーを与えている場合もあるんです。数分置いて対応したり、ゆったりやっている方があなたの余裕というものもアピールできますから、どれだけ楽しみでも返信を焦りすぎないよう気をつけましょう。 3. 連続 LINE。 1回のやり取りで話題を3個も4個も同時に進めてしまうパターンってありますよね。あれも相当仲がいい女性やもう付き合っている相手であれば理解できるかもしれませんが、それ以外ならなるべくやらない方がいい対応です。例えば初めは今度の日曜日どうしようかという言葉だけだったのに、そこに続けて昨日あの後すぐに帰らなかったんだよと、ついどうしても話したかったことを言ってしまったとしましょう。すると女性からは駅前のカフェにするという言葉と続けてどっか行ったの？と返ってきます。こうやって話のネタが3つも4つも同時進行してしまうのが女性からすると負担だったりするんです。女性もある程度気を使いますから、あなたが話し出したことを途中でなかったことにしたり勝手に終わらせてしまっては失礼だと考えます。だからトークテーマが増えていってもそれにずっと付き合う形になりますよね。それが女性を嫌にさせるきっかけになる可能性があるので、なるべくあなたの方からテーマを早めに終わらせるか削ってあげる方が女性にとっては親切なんですよ。
女性があなたとの LINE に疲れたと感じてしまってはもったいないですからね。4. 何にでも笑い、 W をつける。どんな文章にでもつい癖のように笑いや W をつける人っていますよね。もちろん自分が本当に面白いと思っている部分や相手が笑ってくれそうだなと想像する部分でこれをつけて表現するのは間違っていませんが、とにかく毎回つけてくる人も中にはいるんですよね。これが女性からすると違和感になるんです。何にでも笑いをつけていると何が面白いんだろうと不審がられたり、ふざけてるの？それとも本気でずれてる人なの？どっちなの？とあなたの本質がブレすぎて女性も分析に疲れてしまうので、あっという間に心が離れてしまうんですよ。まずこういうのは女性がどのように表記しているかで合わせてあげるのが一つのポイントです。例えば女性が笑いをつけるのが普通だと思っているタイプである場合、 W と打ってくる男性に対してはちょっと違うとか、なんだか軽い男な印象と感じてしまう場合があります。こういうのって標準がみんな違うから難しいんです。だからこそ最初は何もつけないでやり取りをしておいて、女性がどのような表現をしてくる人なのかを見極めてから合わせてあげると一番いいですよ。女性と同じ表現を使った方が女性はあなたに対して楽しいとかしっくりくると感じます。少なくとも無意識に何にでもつけてしまっている人は今すぐに見直しましょう。5. 正しい日本語が使えていない。日本語の使い方が間違っている人も女性に冷められてしまう可能性がとても高いです。例えば〇〇じゃんというところを〇〇じゃんと打ってきたり、〇〇だよという部分のよを小さく打ってくる人が時々います。これはある時代の女子高生のような文字の使い方ですが、現代でこれをやっている人がいるとかなりの温度差が生じる場合が多いです。また無理に流行り言葉を使おうとするのも見るに耐えない時があります。昔から使っている言葉遣いを突然直すというのはとても大変ですから、時間をかけて自覚し整えていきましょう。また明らかに変な日本語を使っている人も常識がないと思われて残念な結果につながります。文字の打ち間違いが多いのに毎回そのまま送信してしまっている人も同じです。毎回一文字抜けているとか漢字が間違っているとか、もう少しだけ慎重に打てば問題ないところを本人は特に気にしていないのかそのまま送ってしまうんですね。たかが LINE、 されど LINE なんです。文章から知性が感じられないというのはモテない男性の特徴の一つですから、ぜひ綺麗な文章を打てるようになりたいですね。 6. 一方的に気持ちが高まっている。男性側が一方的に気持ちが舞い上がって熱のこもった LINE を送ってしまったことで女性が冷めてしまうということはよくあります。例えば〇〇ちゃんのこと考えてたら夜も眠れないとか、〇〇ちゃんに会えるまであと3日というようにカウントダウンをしてくる人を実際に見たことがあります。こういうのってお互いに気持ちが高まっていて舞い上がっているのなら問題ないと思うんです。でも一方的に好きでその気持ちを抑えられないから表現しちゃっているというのならまずいんですよね。女性は追いかけられたい生き物です。でもだからといって追いかけたくないのかというとそうでもないんですよね。これはちょっと難しいのですが、追いかけたくなるくらいいい男に追いかけられたいというのが本音なんです。だから当てはまらない男に必死に追いかけられても離れたくなるだけなんですよね。なるべく気持ちが高ぶっても一方的に表現しない方がいいんです。女性の方から我慢できなくて表現してくるくらいになると素晴らしいですね。以上、 90% の男性が好きな女性につい送ってしまってる失敗ラインについてご紹介しました。女性の性格は様々ですから、セーフとアウトの幅も人それぞれです。だから正直 LINE をしてみないとわからないことばかりだと思います。ただこれは確実に危険だよという部分だけでも把握しておけばとりあえず避けることができます。今日の内容はそのアウトになりやすい言葉や対応ですから、ぜひ頭の隅に常に入れておいてもらえればと思います。これからも女性と仲良くなれる LINE のやり取りを学び実践していきましょう。では今回の動画は以上になります。
この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。